こんにちは。今日はどんなことで来ましたか？ああ、目が不便ですか？じゃあ少し見てもいいですか？失礼します。ちょっと近くに行きます。そうですね。少し目のここの部分とか筋肉です。ですね。目が疲れそうです。なら今からちょっと簡単な診断質問をします。楽に答えしてください、はい、じゃあまずは目が冷えますか？非常に冷えますか？目の中に砂が入っているような異物感がありますか？砂が入っているような異物感ありますか？そうなんですか。大変ですね。なら最近冬になって寒くなりましたね。冷たい風を打てば涙が流れて通過あることもありますか？通過、頭が痛いこととか、なんか涙が流ることとかありますか？頭は大丈夫でも涙は少し出ますか？そうなんですよね。朝に起きたら目がキリ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 しますか？キリキリしますか？今もキリキリ。そうなんですね。診断結果は眼球乾燥症のようです。眼球乾燥症、最近冬になってなんか寒くなって、天気も乾燥になって風も強いし、こんな時はもっと目が乾燥になることもあります。大変なことはないんですが、不便ですから、今から質問はしましたが、簡単な目の検査をしてどんな治療をするか考えて見ましょう。大丈夫ですか？はい、じゃあ今から始まります。始まるよ。
スはこのクロブですかな、来ます。今から目を検査します。まずはこれを使って、これ面白いですね。大きい見えることです。これで目を疲れそうですよ。ちょっと乾燥な感じもあって、こっちも見ます。そうですね、ちょっと疲れることがあります。次はこのフレッシュを使って、次はこれはピンク綿棒です。色が綺麗ですね。これでこの目のこの涙が出る部分検査しましょう。新しい綿棒で
ペンを綿棒の見たらあんまり涙が出ないんですよ。で、なんか乾燥な感じが少しありますよね、目が。そして先見たらちょっと目が赤いし疲れそう感じもあります。で、今からこれのために、治療は目を温く目湿布と目のマッサージをしてもっと楽になることに治療します。大丈夫ですか？なら今から始まります。まずは今少しアイメイクをしていますよね。で、このアイメイクを消えます。アイリムボを使ってもいいですか？ならこれを使って消えます。これを メイクを着るときはこういう感じで上にアップを上げてキューしてこういう感じで優しい感じで着ることが目にいいです。下もきれいに消えました。じゃあ次は目湿布を、目湿布ですね、目湿布をしますよ。目湿布はこれを使って、めくりつむです。これアイマスクですが、暖くなるアイマスクですよ。これを上げて、こういう感じで。香りはローズ香りですが、大丈夫ですか？大丈夫ですか？
これがルーツ香りがあって、嫌な皆さんには香りがないことで知っていますが、やっぱりいい香りが出たら気持ちも良くなりますから、普通はこの香りを使っています。めっちゃいい香りですよ。いいですよね。で、これをの上にあげます。もし不便なところがあったら見てください。大丈夫ですか？暖かいんですか？暑くなったら、もし不便なところあったら話してください。じゃあ少し待ちましょう。じゃあ今から除去します。大丈夫ですか？はい、じゃあ目が暖かくなりましたね。この目に涙腺に分泌された老廃物を除去します。涙腺に分泌された老廃物を除去します。発音が難しいですね。はい、私韓国人です。日本語はおかしい部分があります。これはこれを掃除洗うときはこんな綿棒で人工涙を新しい人工涙です。これを こういう感じにして、涙腺の掃除します。どうですか？大丈夫ですか？はい、
ちをしましょう。ではさっき洗いました。めっちゃ綺麗な手です。大丈夫です。でこれを目の上に、大丈夫ですか？はい、じゃあ今からアイマッサージをしましょう。まずは目の下の部分を、ここから外に3回くらい上も1,2,3 で、この目の前、ここの部分をします。で次はこの眉の骨の部分を、ここの前から ゆっくりマッサージをしてあげます。で、ここの部分も1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐらいマッサージをします。で、ここのこめかみですか、こめかみをは、お
オイルをちょっと洗います。磨きます。洗います。目のここの部分をして、首の後ろをマッサージします。大丈夫ですか？じゃあ次は目をして、体を楽に作りましょう。大丈夫ですか？楽ですか？じゃあ最後に目の周り、という感じでマッサージをしました。はい。じゃあ、外にちょっと音が出ましたね。目のマッサージはここまでです。次はちょっといろんな目しっぽとかマッサージとかをして。目が乾燥になる、そして疲れるかもしれませんから、人工涙を目に入れましょう。こういう感じでゆら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 して、パチ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 してください。いいです。じゃあここの
ゆらゆらゆらして目をパチ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 したら今日の治療は終わります。どうですか？大丈夫ですか？頑張ってしてくれてありがとうございます。じゃあ最後にそのちょっと生活ガイドを話します。まずはパソコンとかスマートフォンとかこういうことを使う時間を減らすことがいいんですよ。でもやっぱり最近は仕事も休みも全部スマートフォンとかパソコンとか使ってしますよね。だからちょっとこれを使ってするときは目の前にあって使うことよりちょっと下の部分にして見ながらすることがもっと目にいいです。なぜならこういう感じにしたら目が全部見えますが、下にしてみたら少し見えますね。なら涙が少しだけ乾燥しないんです。だから使うときはちょっと下の部分にして見てください。で次は長くスマートフォンとかパソコンとかを使うとき、仕事とかちょっと50分に10分くらいは休んでください。で休み時には目をパチ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 だから休んだらもっと目が楽になります。やっぱ集中するときは目をパチパチしないことも多いし、ちょっと考えてパチパチしてください。はい。で2、30分に1回はちょっと遠いどこかへ遠い場所を見ながらちょっとパチパチしたらもっといいんです。はい。で次はストレスをもらわないようにすることも重要です。ストレスをたくさんもらったら目の天気も悪くなります。最近は ASMR といってこんな動画を YouTube で見ながらあと癒されることもあると聞きました。ここでなんかイライン ASMR さんですかね。ちょっといいと私と名前がちょっと同じ発音ですからおすすめします。はい、すみません。で最後にちょっと辛い食べ物とかなんか辛いとか失敗しょっぱいこういう食べ物は少し減らすようにしてください。大丈夫ですか？はい。じゃあ
今日の環境保湿管理治療はここまでです。今日本当にお疲れ様でした。はい、なんか不便なところとか痛いところがあったらすぐ連絡して来てください。はい、じゃあ また見舞い会いましょう。じゃあねー、またねー、バイバイ。